不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田中行政書士の不動産大学ということでですね、今日はですね、ちょっと急遽ちょっと出張で今大阪に来ておりまして、本当急遽だったんでですね、仕事でちょっと大阪にいるんですけども、今回ですね、ちょっと宿泊させていただいたのは、あそこに見えてるですね、あれですね、変なホテル。すごい名前のホテルなんです。皆さんご存知ですかね、変なホテル。これ実はチェーン店っていうか、何店舗かあるんですよ、全国。ホームページ見ると分かるんですけど、変なホテルっていうのはチェーン店になるんですけど、泊まった感想ですよ。本当に変、いい意味で変なホテル。面白いですよ、これ。多分外国人の方向け、旅行者の方向けにやってるのかなと思うんですけど、まずですね、これ基本的に、全部非接触でできるような感じになってますね。フロントも人いないですよ。ロボットがやってます。こんな感じです。見ます。こちらです。はい。ここで映像出てますかね。どんな感じかというと、入り口にですね、恐竜の人形ですね。ベロキラプトルだと思いますけど、恐竜がですね、2体おりまして、これが喋って動くんですよ。で、目の前にタッチパネルがあって、そこで受付手続きやるんですよ。パスポートとかも全部そこで自分でスキャンして、やると、こう、カードキーが、ルームキーが出てきて、あと自分で勝手にオートロックになってて入っていって、チェックインしてくださいと。で、出るときもそこで自動的にチェックアウトするという形になってまして、人と一切会いません。ホテルの人と本当に会わないです。で、ここ、すごい良かったのが、まあ、部屋はですね、普通の、18平米のワンルームで、普通の、まあ、ビジネスホテルなんですけど、お風呂すごいですよ。横にですね、スパがあるんですよ。こっち側ですね、これ。これ温泉だったんですけど、こっち側。ちょっと見えますかね？これ温泉なんですよ、こっち側。結構ね、大浴場が広くて、ビジネスホテルのお風呂としては、めちゃくちゃ広いです。25メータープールぐらいのサイズの、こう、大きい室内風呂が一つと、あと露天風呂がその半分ぐらいの大きさで、もう一つあって、まあ非常に快適でした。なんか温泉みたいですね。夜と朝とですね、2回入らせていただきました。食事はですね、夜は一応温泉のところに一応食事できるところはあるんですけど、私はもうチェックインしたのがもう12時ぐらいだったので、食べれませんでしたけど、で、朝食はそこで食べて、来たというような感じでございます。で、ちょっとね、ちょっと今日本題入る前に一言ちょっと言いたいことがありまして、温泉とか行くとロッカーあるじゃないですか。服脱いで入れるロッカー。あのロッカーなんですけど、100円入れて、鍵閉めるタイプのロッカーもう製造中止にしてもらえないかなというふうに、個人的には思うんですけど、皆さんどうですかね？あれ、なんで100円入れて、どうせ後で返すのに 100円入れて鍵閉めさす意味ってあるんですかね？あれね、行ってから100円持ってきてないとすごい面倒なことになるんですよね。ただ普通に、鍵閉める形にできないのかなっていうふうに思います。未だにこう、そういうのがあるんで、個人的にはちょっとやめてほしいなというふうに思っております。ということでですね、今日の本題なんですけれども、今日ですね、宅建の知識で言うとですね、法令上の制限のところ、あとはまあ重要事項説明のところになってくるんですけども、重設をするときにすごい重要になってくるのって、都市計画道路、計画道路なんですよ。ここすごく重要で、皆さんご存知ですかね、計画道路って。計画道路っていうのは都市計画法に、まあ、基づいて、利便性を良くするためとか、いろんな目的があって、この道路を拡張しますよとか、この道路をこっちまで引っ張ってきますよとか、まあ、いろいろあるんですけども、そういう計画がある道路のことを計画道路って言うんですけど、これをまあ重要事項説明の時にお客さんに説明をするんですね。こういうここはこういう計画道路の計画が将来的にありますよ的な感じの、まあそういった説明ですねをするんですけど、言いたいことっていうのはどういうことかというと、皆さん多分実務をやってる方って計画道路なんてそんな当たり前だよっていう風に思う方多分多いと思うんですけど、まあ、計画道路なんか当たり前に説明しているよっていう風に言う方多いと思うんですけど、これですね、計画道路って説明するときに、この計画道路ってですね、昭和初期頃、昭和20何年とか昭和30何年とか、すごい昔にですね、計画がこう決定しているものってあるんですよ。で、計画道路って計画が決定した段階ではただの計画なんですよね。いつやるかわかんないけど、とりあえずなんかこんなことを計画しましたみたいな感じなのが、まあ、計画決定という段階なんですけど、で、その次の段階でどうなるかというと、事業決定です。事業化が決定するんですね。要するにそこに予算が割り振られて、本当にその道路を作り始めますよ、拡張し始めますよっていうのが、計画決定から事業化、事業決定した段階という形で、こう2段階になっているような感じのイメージなんです。で、結構多いのがですね、やっぱ計画だけ昭和初期ぐらいに計画だけはされてるんですけども、そこから何も動いてない、もう令和になった今になっても全然動いてないっていう道路、計画道路が結構
あるんです。都内でも多分結構あると思います。で、要するに、不動産屋の中にはですね、事業化されてない、ただの計画道路、計画決定されただけの道路に関しては、充設をするときにですね、お客さんにですね、計画道路があるっていうと、お客さん結構心配するんですよ。自分の家の近くとか、家自体がですね、その計画道路の範囲に入っていると、すごい心配するんですよ。家買うときとかに。なんで結構不動産屋がよく言いがちなのが、ここにはこういう計画道路が、昭和30年に一応計画されてるんですけど、別にこれ予算が割れ振られてるとかそういうわけでもないので、おそらく皆さんが生きてる間には多分道路になることはないですよ、みたいな説明を安易にするですね、不動産会社の営業マン結構いるんですよ、宅建士。いるんですよ。ちょっと今心当たりあるし、いませんか？結構年配の方に多いんですよ、これ。事業化決定してなければ、多分道路にはならないだろうっていうふうに思い込んで充設する人、これね、いるんですよ。なんでこんなこと言うかっていうと、私も実際それされたことがあるんですよ。私はね、不動産昔買った時に、実際その買おうとしてる不動産がその計画道路に若干かかってるかかかってないかぐらいの物件だったんですね。で、その時にその担当の宅建士の人がですね、ここに計画道路あるんですけれども、まあこれ計画道路なんでご存知かと思うんですけども、多分生きてらっしゃるうちには多分道路になることはないと思うんで、みたいな感じで、要するにですね、こう無駄に安心させて契約させようとしてきたんですね。でも私ですね、すごい計画道路とかってすごい私敏感なので、その充設聞いた後に自分で調べたんですよ。どうやって調べたかっていうと、役所に直接電話したんですよ。ここにこういう計画道路あると思うんですけど、これって事業化決定してます？それとも決定する予定とかありますかっていう話を直接私聞いたんですよ。そしたら何て言われたかというと、今年事業化決定しましたと。で、予算が割り振られました。で、来年から徐々にその計画道路にかかってる部分の土地買収を始めていきます。っていう風に言われたんですよ。こういうことあるんですよ。それ私不動産に言いましたよ。これ私市役所に電話して聞いたら、もうこれ今日今年事業化決定したって言ってますよ。決定したっていうことは、予算割り振られてるから、私は生きてる間に道路にならないとか、そんなことないですよね。これをまずくないですかっていう話をしました。そしたらですね、不動産に慌ててそこからすっごい細かく調べ出してですね、もう本当すいませんということで、結構私以上に細かく役所にそこから聞いて、で、結果的にですね、まあ詳細が分かって、まあ結論から言うと、私が買おうとした物件に関しては計画道路に直接かかってなかったので、まあそんなに影響はなかったんですけれども、こういうふうにですね、安易な充設をする営業マンの人って結構いるんですよ。なので、もう本当に計画道路がかかってる物件とか、近くを通ってる物件に関しては、必ずその都度絶対に役所に電話するなって確認をして、その計画道路が今現時点で事業化決定してないかどうかとか、決定しそうな予定があるのかとかですね、その辺を結構しっかりと聞いて、でそのエビデンスを残しておくっていうことをしないと超大トラブルになりますよ。これ事業化決定してた場合に関しては、その家買ってもですね、今そこを道路作るっていう話になってますから、立ち退かなきゃいけなくなっちゃうんですね。まあもちろん買い取ってはくれますけど、買った金額で買い取ってくれるわけじゃないので、すごい大損する可能性もあり得るんですよ。なので本当に計画道路にかかっている物件、近くを通っている物件を仲介する場合に関しては、本当にですね、慎重に調べていただいて、で充設してください。適当にですね、できているうちには道路にならないと思いますよ、みたいなですね、そういう決まり文句でですね、済ませようとしないでください。そういう宅建士ね、いるんですよ。なので本当十分ご注意ください。ということでですね、ここはちょうど法令上の制限でですね、多分試験なんかだと知識問われる部分だと思います。ということでですね、ちょっとこれからお仕事に向かいたいと思うんですけれども、今日はこんな形でですね、大阪っぽくないんですけど、大阪からですね、ちょっとリポートさせていただきました。ということでですね、今日私が一番言いたいのは、スパとかですね、温泉のロッカールームのロッカーですね、100円ロッカーやめましょうということですね。不便でしょうがないです。というふうに個人的には思っておりますけど、皆さんどうでしょうか。ということで、また明日。